ヤクルスヤクルスは古代、中世の動物詩に記載される海蛇、ヤリヘビ、古代ローマの詩人、マルクス・ワンナイウスルカヌスの内ラ乱ラが主な転居である。後世の動物詩では、翼の生えたヘビとしても描かれた。獲物を捕まえるときは、右の絵にあるように木に登ってから飛び降りて、獲物の背中に捕まり、牙を突き刺すという。この狩りの手法からヤクルスという名がついた。 プリニュースの博物誌によると、ヤクルスは木の枝から矢のように飛ぶ蛇である。同時代のルカヌスの常時誌、内乱には飛ぶヤクルスとの言及があり、また、樹上から描ける蛇が登場し、アフリカ人がヤクルスと呼ぶ蛇であると記されている。セビーリアのイシドールスは著書語源においてルカヌスを引用し、ジャクヤラスの語源は投げるであるとした。 ガイウスプリニウスセキュームリウスナチャーリスイストリアマイナスウィッキソース博物誌ありがとうございます。